予選最終日の G1 ウェイキーカップ準優ボーダー18位は先ほどのレース見事なまくり出しを放っておりました関博也選手 5.80 に代わってこの第5レースが始まっています。出場しているのは1号艇島村隆義、2号艇浜野谷健吾、3号艇中澤和志、4号艇中田龍太、5号艇河合勇樹、6号艇吉田俊彦です。枠なりの待機行動、まず1コースへと進んでいるのはリング1本交換しての競争です。高枠の島村隆義陰線です。そして2コースにはポイント争い16位につけております地元2号艇浜野谷健吾です。3コースへ3号艇中澤和志と進んでいます。3艇船を引いていきました。今日準優高枠なるかという2走です。4号艇中田龍太、まず1つ目の競争4角線。5コースには5号艇河合勇樹です。そして6コースにはポイント争い14位の6号艇吉田俊彦です。吉田はこの1回乗り3着 6.20、 4着 5.80 という競争です。ここでスタート10秒切りました。5レース予選競争、内から 1,2,3 ダッシュが4,5,6 の進入です。スタートしました。ダッシュ勢優勢のタイミングで始まって角から4番中田が仕掛けてまいりました。4番中田はまくり差しになっていきまして1号艇島村が外しています。バックへ抜けていきます。先頭争いはそれでも踏ん張るか1番の島村、4号艇中田のまくり差しへさきかかっています。あとはこちらも中をついていた5番の河合が3番手、さあ1番の島村絞っていく、そこからなんとか外出ようとしますが後席の上は4番の中田です。中を5番の河合が目指しますが1番の島村隆義カラガラ振り切りました。レースは2周目スタート正常でした。さあそして4番の中田か5番の河合かで2番プラス2周1マークです。ラップ状態は4号艇中田のペース、外から5番の河合ですけれどもここは遅れを取っての外前です。上位の体勢1番4番5番です。2番手と3番手の定間は3艇身ほどです。あとは差がついて後続勢3番中澤2番の浜名屋、接戦で最高峰6番の吉田です。2周2マークを先頭から島村隆義、中田龍太、そして追いかけていく河合勇樹という1番4番5番の体勢が続いています。最終周回に入る島村です。追っていくのは中田龍太、そして河合勇樹が上位を形成しています。3周目の第1ターンマーク、ここもトップで1番の島村隆義、そして4番の中田龍太、5番の河合勇樹と回っています。高枠頼りに1番の島村、痛烈な4番中田のまくり差し、ダッシュ勢優勢のスタートから攻め込んできましたけれどもなんとか振り切ってみせました。1号艇島村、待望のシリーズ初勝利にありつきそうです。ラストコーナー先頭から1号艇4号艇5号艇と立ち上がってまいりました。第5レースは間もなくゴールを迎えます。まずは先頭1番の島村ゴーリン、4番中田ゴーリン、5番河合ゴーリンです。後方で2番3番6番がゴーリンです。以上第5レース予選競争でした。